二人の時は揺れるまだかな、まだかな、早い早い、もぎさんだ。あ、もぎさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、あ、山本先生。早い、早い、ね、みんな早い。一週間ぶりです。あ、1週間、そうですよ。あら、もう1週間ぶり。早い。あ、田村さん、こんにちは。お元気ですか。野口さん、あ、もぎさん楽しみにしてました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、1週間は早いですね。うん、いや、待ってました。ありがとうございます。お待たせしました。あ、井上先生だ。井上先生、井上先生。お元気ですか、皆様。皆さん今お家ですかね。ね、お天気がいいですけど、うん、お家で見てくれてるのかな。な、超人気ライブ。イエーイ。人気なのかな。いやいや、1週間ぶりで我々もとても緊張しております。いや、本当に緊張しますよね。本当にね。なんか試合前のスポーツ選手みたいにずっとこう、うん、こんなおえーってなってたりとか。ね、ド緊張ですよね。緊張ですね。本当慣れないですね。うん、これがみんなとつながってるっていうのが不思議ですよね。うん、お、すみちゃん、すみちゃん、元気かい。田村さん、お家です。とお家です。ホリホリしてるのかな。お家でホリホリしてるのかな。さてさて、25人になったら始めようか。そうですね、うん、はい。お、すみちゃん、こんにちは。こんにちは。あ、プアリスタッフ、いつもありがとうございます。陰ながら、そこにいるけれど、陰ながら応援ありがとうございます。いやいや、ハートマーク、ハートマークが来た。ワク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 、ワクワク。今日はね、大事なことを、そうですね、うん、制作をする上では大事なことを、ぜひ覚えていただきたいことを、うんうん、まあもう本当に直近もそうだけどね、いろんなコースの人たちが共通して、ね、やるべき、うんうん、知るべきことをね、高橋先生が教えてくれます。イエイ。お、あ、もういい感じですかね。はい、はい、じゃあ改めまして、こんにちは。こんにちは。モラバーグジュエリースクールの中西です。高橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、皆さん1週間ぶりです。お久しぶりです。久しぶりです。すいません、ちょっと時間空いてしまいましたが、まあ、この、ライブ配信なんですけれども、今こういう現状で学校に通えない生徒さんたちだったりとか、あとはまあラバーが気になってたよっていう方たちのために、まあ、どんな風に授業をしてるのかとか、まあ、お家にいながらもちょっと勉強できることっていうのを配信しています。で、まあのんびりゆるーくやってますの で, です、ねね、まあ、まだ4時ぐらいだけど、ゆるゆるお酒でも飲んだりとかしながら見ていただければなと思います。うん、じゃあよろしくお願いします。お願いします。で、今日なんですけれども、まあ、告知にもあった通り、今日はみんなが必ずと言っていいほどジュエリー制作するときには使うこのヤスリですね。見えるかな。ヤスリについての知識をちょっともう一回基礎的なところからしっかり
まあ、学び直すというか、どういう時にこういうのを使ったらいいよとか、ヤスリってこういう風に選んでったらいいよとか、買う時とかもすごい参考になる講習になるんじゃないかなと思うので、まあ、しっかりとぜひ見てってもらえればなと思います。はい、はい、じゃあ早速、はい、はい、じゃあ今日は、まあ、今説明があったようにヤスリについてお話をしていこうかなと思うんですけど、どうだろう、結構皆さん工具屋さんとかに行ってヤスリの種類の多さにこうどれ選べばいいんだろうとか、こう何この言葉みたいな、多分いろいろ感じる部分だったりとか、どうしよう、まあじゃあ今日は買わなくていいかみたいなこともあるとは思うんですけど、今日はそのまあ疑問というか、まあ、悩みみたいなものもちょっと解決できればいいかなと思うので、まあヤスリって言ってもものすごい種類があるので、まあもちろん彫金とかね、十二制作だけで使うものではないので、例えば間違えたものを買ってしまうと全然ジュエリー制作において不向きなものもあったりするので、まあ、その辺も、まあ、おすすめなんかも、まあ、僕のおすすめになっちゃうんですけど、なんかもご紹介できればいいかなと思って、今日は、ヤスリについて一つ一つ、説明していこうかなと思うので、ちょっと後ろのこの辺に見えると思うんですけど、ヤスリを早速ちょっと見てもらいながら説明していこうかなと思いますので、じゃあちょっとカメラをぐるっと回してもらって、はい、行きましょう。はい、はい、まあこうやってヤスリがいっぱいあると思うんですけども、はい、これは一つ一つこう種類が実は違います、はい、まあ皆さん、まあ、見たことはあるよっていうのがあったりするかなと思うんですけど、じゃあ一つ一つちょっと軽く説明をしていこうかなと思います。まずこのペーパーヤスリ、まあ、紙ヤスリって言ったりするものですね、これ、はい、で、種類がこれ 1,2,3,4 種類あるんですけど、まあ、まだまだ他にもいろいろあるんですが、まあ、ジュエリーでよく使われるものの4種類をちょっと取ってきました、はい、でこれカメラだとちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、ちょっと色が違うの分かりますかね。うんうん、濃いのから徐々にこう薄くなっていってますね。そうですね。でこれ目の粗さがそれぞれ違います。で見ても分かんない場合があるのでひっくり返してください。ひっくり返すとこうやって番号が必ず書いてます、うんうん、はい、で、番号が小さいものが粗いです、うん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 、で番号が大きいものに関しては細かい、うんうんうん、で当然切削力が違うので自分がいっぱい削りたいなと思えば数字の低いものを選んでもらえればいいかなと思います、うんうんうん、で、ジュエリー製作においてこのペーパーヤスリ、まあ、紙ヤスリってどういう時に使うのかっていうと、まあ、紙ヤスリを直置きして、まあ、なんかこう物をゴシゴシ削ったり、うん、この間僕がワックスを削った時とかも、うんうんうん、まあ、紙ヤスリこうやって置いて、うんうん、ゴシゴシやったりとか、紙ヤスリあれスポンジヤスリか、まあ、ああいう風に物をこうゴシゴシこう擦ったりとかして、うんうん、平らな面を出したりとかする時に使うかな、うんうん、側面きれいにしてた時に使ってましたよね。そうですね、はい、で、あともう一つこの子を切っちゃいます、うんうん、まあ、好きな大きさとか、好きな形に切ってもらって、うん、こういう棒状のヤスリに両面テープで貼って、うんうん、細かく削っていくっていう時なんかもよく使います。で次同じような感じのスポンジヤスリってものですね、はい、で紙ヤスリも同じなんですけど、紙のものにこの、まあ、粒子がくっついてるよっていう、それが、まあ、スポンジ形状のものにくっついてるよっていうものになります、うん、はい、で、うちのスクールで使ってる3種類を今取ってきました、はい、でこれに関しては裏見ても番号は書いてないんですよ、うんうん、で、これはもう色で覚えるっていう感じで覚えてもらいたいんですけれども、うん、一番こっちから赤が一番粗くて、うん、青が次に粗い、うんうん、でまあ、緑が、うん、一番細かいと、うんうんうん、
でこれに関しては紙やすりと違って、うん、粗さがこう決まってないわけじゃないんですけど振り幅があります、はいはい、赤が確か320から600番の切削力、うんうんはい、で青が、800番から1000番の切削力、うんうんはい、で緑が1200番から1500番ぐらいだった気がするんですけど、うんうん、ぐらいの細かさになります、うんうんうん、これはワックスの時によく使ってたやつですね、うんはい、でこれもだん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 細かくしていったりしてワックスなんかよく使うかなと思います。で、ここからは、ここからはじゃない。あともう一個、はい、ダイヤモンドヤスリっていうのがあります。はい、ダイヤモンドヤスリ忘れちゃった。ちょっと待ってくださいね。はい。アニー先生が持ってきてくれると思います。アニー先生、ダイヤモンドヤスリが欲しい。じゃあちょっと先に鉄鋼ヤスリっていうのを紹介していきたいと思います。はい、で鉄鋼ヤスリっていうのはさらに種類が多いです、うんはい。ざっくり分けるとこういう分け方になります。はい、これが鉄鋼ヤスリの中の大きく分けて3種類、3種類、1種類、2種類、3種類ですね。はい、で、まず右側の一番大きいサイズのものですね、うんはい、これがインチヤスリっていうものになります、はい、もう本当に大きいヤスリになりますね。こんぐらい大きいですね、はい、でこのサイズが一番小さいです。この中でも、このインチヤスリの中でも、うんうんうん、150ミリっていう、6インチかな、うん、6、8、10、12っていうあるんですけど、はい、150ミリ、200ミリ、うん、250、300だったかな、うんうんうん、っていうふうに、どん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 大きくなっていくんですけども、うん、大きいので、うん、どれを選んだらいいか結構分かんなくなるんですけど、うんうん、自分の手のひらの、うん、この小指から親指までをこうバッて開いてもらって、はい、この長さに大体合わせればいいと思います。で僕はそんなに、そうですね、はい、うんうんうん、で僕はそんな手が大きくないので、うん、ほんとちょうどインチヤスリはこの辺ぐらいまでしかないんですよ、もう根元が、うんうんうん、だから僕で言うとほんとちょうど、うんうんうん、150でちょうどいいかなうんうんうん、それぐらい女性だとそれぐらいでいいかなって感じです、うんうんうん、でインチヤスリの場合はさらにこの柄っていうのがつきます、うん、持ち手ですね、はいうんうん、本来だったらこの辺ぐらいまでしかないので持てないので、うん、その専用の柄っていうのが必要になります、うんうん、でこれも種類があります。大中小とあって、うん、長くなればここも大きくしなきゃいけないのでこれも大きくなっていきます、うんうんうん、でこれただ本当に刺してるだけです、うん、これズブッと、うん、そうですね、はいうん、でこれも含めるとそこそこ長くなります、はい、だからちょうど自分の手よりももっと倍ぐらい長くなっちゃう、倍ぐらい長くなっちゃうともうとんでもないことになっちゃいます。でまあ、インチヤスリはどういう時に使うかっていうと僕なんかはもうこうガリ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 大雑把に削るとき、うん、量産品 の、うん、あの弓地を削るときとかにもう、うん、ガリ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 ってこう削るような感じですね。重さがあるので切削力も、うん、高くなっていくっていうのかな、いっぱい削れるので、うん、結構大物っていうか粗めにバッと削りたいときとかに使うのがおすすめって感じですかね、うん、そうですね、はい、で次に行きまして、はい、この組ヤスリっていうのになります、はい、この組ヤスリっていうのは多分一番何なのっていうことが多分最初あるかなと思うんですけど、この組っていうのは、ねうんセットっていう意味の組じゃないんですよ、はい、一つの鋼、これ鋼からできてるんですけど全部、うんうんうん、この鋼、一定量の鋼から何本のヤスリが作れるのかっていうのが組っていう言い方をしてるんですけど、うんうんうん5本組、うん、8本組、うん、
10本組、12本組っていうのがあります。で、一つの、鋼の量から5本作れれば5本組、8本作れれば8本組っていうような、まあ当然、一つの鋼の量からいっぱい作ればサイズがどんどんちっちゃくなっていきます。っていうのがこのサイズの違いになります。はい、これが、5本組、8本、10本、12本で、そのさらに小さいのが極細っていうのになります。で極細はちょっとまあ特殊になります。で、まあ、ちょうど僕の手がさっきインチでやったから分かると思うんですけど、これ15センチ以上あるっていう感じです。結構大きいです。で僕は手がちっちゃいので、だいたい8本組ぐらいからスタートしてるっていう感じですかね。あ、自分で選ぶとき、使うとき、これも手の大きさだったりとかで合わせてもらえるといいかなと思います。ヤスリこう握ってもらったときに、長くなれば長くなるほどこうコントロールがしづらくなるので、できるだけ、まあ、短いとまだ言わないんですけど、長すぎるとやりづらいので、自分の手の大きさに合ったものを選んでもらえればいいかなと思います。なるほど。じゃあ、まあ持ちやすさで10本組なのかっていうのを選んでいく感じ で、まあ、ここの目っていうのは多分それぞれ違うと思うんですけども、まあ、そこはそんなに関係ない感じですね。そのまた目のさっき言った粗さの話は、ちょっと後でしようかなと思います。はい、この大きさに関しては自分の手の大きさに合うものを選んでもらえれば、まあ間違いがないかなと思います。はい、でだそうです。はい、最後これが精密ヤスリっていうものになります。はい、で精密ヤスリも同じように組で分かれてはいるものの、違いがこの薄さだったりしますね。全然薄さが違う。こっちがさっきの組ヤスリ で、ね、こっちが精密ヤスリですね。全然違いますね。精密ヤスリは、目の細かさもちょっとこっちの組ヤスリとインチヤスリと変わってきます、はい、それもちょっと後で説明しようかなと思います、うんうんうん、で薄い分こうやってしなります、分かる。こっちの方が分かるかな、こうやってウィングウィングウィンって。でこのしなりを利用したりする場合もあるし、しならない方がいいよっていう場合もあったりするので、ここも、好き好きになってはくるんですね。ただしなるっていうのだけ分かってれば、例えばこうビシッと面を出したい時にしなられちゃうと、こう角がうまく出ない場合があるので、ちょっと厚みのあるどう頑張ってもしならないよねっていうものをチョイスしてもらった方がいいと思います。でもうこの、組ヤスリだともう粗すぎるよっていうのであれば、さっきのペーパーヤスリと組み合わせて目を細かくしていくっていうのが、一番失敗しないかなと思います。でこれなんかもうめちゃめちゃちっちゃいんですけど、これも精密ヤスリですね、これ結構使ってる人多いんじゃないかな。はい、で、さっきなかったダイヤモンドヤスリですね、持ってきてもらいました。長森先生ありがとうございます、ありがとうございます。でこのダイヤモンドヤスリです、ペーパーヤスリとか、スポンジヤスリと一緒で、あるものに、こうダイヤモンドの粒子を、こうくっつけてる、まあ、こっちは違う、ダイヤモンドじゃないんですけど、この先端ですね、キラキラ、このキラキラしてるやつ、ザラザラキラキラって感じですね。ダイヤモンドですキラ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 。でこれを使うのって何っていうと、この鉄鋼ヤスリ関係では削れないもの、例えばめちゃくちゃ硬い金属とか、ジュエリーで言うと超硬っていうのは馴染みがある言葉になるかな、超硬金属とか、あとは、もっと身近に言うとステンレスですね、なんかはこういうので削らないと、この鉄鋼ヤスリ関係だと鉄鋼ヤスリの方がダメになっちゃいます。この話は、
インディアンジュエリーコースの、うん、あのデモンストレーションというかこう実演をしてもらった時、この中森先生がやってくれたと思うんですけど、うんうん、タガネを作ってもらった時に火を当てて、こう硬くなった時に音の違い分かりますかって言って、こう滑っちゃうような感じってまあ言ってたと思うんですね、この鉄鋼ヤスリを使った時に。ああいう風に硬くなったものにこのヤスリを使って削ってってしまうとこっちがダメになっちゃうんですよ。うん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 、そういう場合は、こういうダイヤモンドヤスリとかを使って、成形をしたりします、うんうん。あとはこういうふうに消耗しても良さそうな鉄板ヤスリなんかを、鉄鋼ヤスリにつけて削っていくっていうのが、まあ、タガネとかいちいちこう焼き戻ししたり、するのが大変なので、まあ、そういうふうにして形を整えたりもします。あとは、よく使うのが、リューターポイントの加工に、この子は、よく使います、はい、っていうのが、大きく分けてのヤスリの種類になりますかね、うんうんうん、1、2、3、まあ、4種類っていう感じかな、3、4かな、うんうん、で、ちょっとどん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 いっちゃいますけれども、はい、さっき飛ばしてしまったヤスリの目の話をしていきたいと思います、はい、まあ、粗さの前にその目の種類っていうのが実はあります、はい、取れるかな、取れるかな、これ見てもらうと、お、はい、いいですね、いいですね、こうちょっとなんていうんだろう、こう網目状になっている、うん、こうギザギザが入っていると思うんですけれども、はい、これ実はいくつか種類があります、はい、ただ単純にこう斜めにピッピッピッと入っているだけのものもあったりします。見えるかな、斜め、あ、これはそう、これは同じですね、全部同じです、うん、はい、これもね、はい、うんうん、でジュエリーで使うものに関して全部網目状になっているんですけれども、うん、たまにこう、一方方向だけのものがあります、うんうん、これを単目と呼びます、はい、で今見てもらった網目状になっているものは複目って言ったり、うんうんうん、します、はい、あとはこういうアーチ状、円弧の形をしたこう目もあったりします、うん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 、あとはなんかこう大根おろしみたいな、形状したものがあったりします、うん、で、こう波模様、波模様じゃない、波のこう筋が入ってる、もう波、あ、円弧状のものを波目って言ったりするんですけど、うん、あとは大根おろしの、目のことを鬼目って言ったりするんですけど、うん、この2つに関してはあんまり使うことがないです、てかほぼないです、うんうん、木工だったりとか、うん、あとは軟金属、アルミとかに使うことが多いです、うんうんうん、で、片方向だけの単目って呼ばれるものに関しては、うん、ジュエリーでも使ったりします、うんうんうん、で今見てもらった網目状の複目っていうのよりも、うん、削った時にこう断面が綺麗になります、うんうんうん、だけどなんでみんなじゃあ使わないのって思いますよね、うんうんうん、扱いがねちょっと難しいんですよ、斜めに一方方向だけ入っているんですけど、うん、例えば右利きの人だったら、うん、左にヤスリが逃げていきます、はい、だからまっすぐ削ったりするのが結構難しいんですよ、うん、その斜めにこう溝が入っている方向に引っ張られていっちゃうんですよ、流されていっちゃうんですよ、でそうすると確かに断面はこうカンナで削ったみたいにこうスッとこう、そぎ落とすようなこう感覚なんですけど、扱いがすごく難しい、だからあんまりこう使わないとまだ言わないですけど人を選ぶっていう感じです。うん、が一般的なのがこの複目って呼ばれるものですね、うん、だまずこの目の種類を間違えないで買ってもらうっていう、いっぱい削りたいか例えばこう鬼目ヤスリとかを買ってしまうと、うん、もうちょっと全然違う用途になってきちゃうので、うん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 、できればこの網目状になっているものをまず選択すると、うん、はい、複目、はいはい、ちょうどここが今網目になっているのが複目の こんな感じですよね、単目って。あ、そうです、そうです、そうです、うん、まさにこんな感じのね、はい、
あ、ちょっと質問いいですか？はい。多分さっきの流れなんですけれども、シルバー、ゴールド、プラチナだったらダイヤモンドヤスリは使わないで大丈夫ですか？基本的には、うん、シルバー、ゴールド、プラチナは、うん、あの全部この鉄鋼ヤスリで加工することが、うん、まあ、加工します、ね、うん、ほぼダイヤモンドヤスリってのは道具を加工したりとか、もうめちゃくちゃ硬い金属、うん、もう貴金属、貴金属っていうかこうジュエリーではほぼ使わないものに使うことの方が多いですよね、うんうんうん、ステンレスとかそっちの方ですね。はい、ありがとうございます。わかりやすいとの言葉がイエイイエイ、はい、イエイイエイ。じゃあ次は、粗さの話をしていきたいと思います。はい、でこの粗さなんですけど4種類あります、うん、はい、ただこの4種類なんですけど、うん、精密ヤスリだけはちょっと別です。別です、別物です。はい、この組ヤスリとインチヤスリはその粗さの表記が、うん、一緒になります、はい、が4種類あります。4種類、はい、まず一番粗いところから順番にいってみますね。はい、粗め、はい、そのまま、そうですね、はい、で次に中め、はい、中め、はい、で次に彩目、彩目、はい、で最後に油目っていう風になってます。油目、はい、で、先ほどお話があった、大きさによって削る、うん、その切削量が変わるのかって言ったら、うん、まあ、厳密に言うとちょっと変わるんですけど、重さが変わるので、うんうんうん、なんですけど扱えないよりは扱えるものを使ってもらった方がいいので、うんうん、まずは自分の手に合ったものっていうのが最低条件になってきます、はい、でいっぱい削りたいときは今、うん、お伝えした4種類の中から選んでください、はい、一番削りたかったら粗めのヤスリをチョイスすると、うんうん、でそんなに削りたくないよっていうんだったら油目をチョイスするっていう、うんうんうん、この目の粗さをチョイスする方が大事になってきます。はい、うんうんうん、で見えるかどうか分かんないんですけど、はい、目の細かさ、よよよ、見えるかな、右から、はい、粗め、粗め、で真ん中が中目、中目で1個ごめんなさいなくて飛んじゃうんですけど、はい、油目になります。油目、はい、ちょっと若干見えますかね、なんかこっちの方がはっきりひし形の形が見えてちょっと細かくなって、こっちはもうね、なんかわからない、ザラザラしてそうだなっていう印象だと思います、うん、粗目、中目、油目ですね。はい、はい、OK です。 OK です。で、はい、まあ、分かんなくなったらこのピッチが全然違うので、うんうんうん、まあ、ピッチを見てもらって、うん、広ければ広いほど、まあ、粗いと思ってもらっていいかな、うんうんうん、マス目が大きければ大きいほど粗いと思うんですね。そうですね、そうですね、うん、まあ、粗さに関してはこんな感じかな、うん、ね、油目とかこの前あの質問でも出てましたよね。あ、そうですね、油目の由来、由来が魚だったかな、魚でしたね、うんうん、まあ、ちょっとあとはよくわかんないです、はい、そうですね、うん、で、このヤスリたちを使うにあたっての、はい、ポイントが一つあります、はい、お手入れを忘れないでください。はい、お手入れね、お手入れ、はい、ペーパーヤスリとか、うん、このスポンジヤスリっていうのは基本的には消耗品になるので、うん、どん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 こう使い捨てっていう感じになってくると思うんですけど、うん、この鉄鋼ヤスリに関しては使い捨てとはいかないので、うんうん、お手入れをしてあげる必要があります、はい、でこの間のワックスの時にも使ったこのブラシ、うん、まあ、真鍮ブラシだったりとか、はい、まあ、ステンレスブラシなんかがいいかなと思います、うん、どっちがいいとかってあるんですか？やっぱステンレスブラシの方が硬いので、ヤスリに対してのダメージは結構大きかったりもするんですけど、うん、その分こうかき出せたりはするので、うん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 、正直好みにもよるのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、一般的なのは真鍮ブラシの方が柔らかいので、うん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 、がいいかなとは思います。あとはもう値段とかで判断してもらってもいいかなと思います、うんうん、でお掃除の仕方ですね、はい、まあ、先ほどあったこの網目のこの目に、はい、まず沿ってこうブラシをかけていきます、はい、こうやって、まあ、本当に歯ブラシするような感じでこうかけていってもらいます、うんうんうん、で次に
向きを変えてこうやってかけていきます、はい、うんうんうん、強さは今かなり柔らかくやってますか？そうですね、もうほんと撫でてるだけなんですけど、うん、取れなければもう今度ゴシ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 やってもらって大丈夫です。でそれでも本当に取れない場合っていうのは、うん、この目に沿って針とか、うん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 、あとはカッターとかが入れば、うん、こうピッピッピッってこう取ってってもらいます。うんうんうん、そうですね、うん、一本一本にカッターをこう入れてったりとか、そう結構あの地味作業なんですけど、うんうん、この地味作業が、うん、あのとっても大事になってきます、うん、いやでも本当にやるのとやらないのとでは、全然違います、切れ具合が全然違いますよね、うん、で本当にこういうふうに目が、うん、こういうヤスリに詰まっちゃうと、うん、あのペーパーヤスリとかスポンジヤスリもそうなんですけど、うん、本来の切削力っていうのが発揮することができなくなっちゃいます、うん、はい、うんうん、どん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 削れなくなってって、うん、お掃除しなければしないほど取れなくなっていっちゃいます、うん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 、だから使用したりとかしたら必ず、まあ、道中でももちろんやってもらえたらいいんですけど、うん、お掃除をしていきます、うんうんうん、まあ、最初は本当にあれなんか切れてんのかな切れてないのかなってちょっと分かりづらいと思うんですけど、そうもう感じた時にはもうお掃除してもらうような習慣をつけてもらえればいいかなと思います。うんうんうん、詰まったまま放置してるとそこ錆びちゃったりとかもしますもん、ね、そうですね。だから皆さん道具は命ですの で、 そうです、ね、お手入れ方法もねちゃんと習慣化していきましょう、はい、あとはもう本当に長期間使わなかったりとか、例えば、うん、そうですね、このヤスリって本当に最短で次の日に錆びてることもあります、うんうん、まあ、その日のうちに錆びちゃう場合も環境によってはあるかもしれないんですけど、うん、例えば旅行に行ってる間も作業しないよってなった時には、うん、できるだけこのヤスリの部分に、うん、油だったりとか、うん、錆止めだったりとかをこう塗ってあげてください、うん、で塗ってあげた状態で、保管してあげてください、うんうん、油とかだと、よく自転車の錆止めみたいな、そうですね、556だっけ、そうですね、556とかでいい感じですかね、はい、全然大丈夫です、はい、で、まあ、錆びちゃうので当たり前ですけど、うん、水分は基本 NG です、うん、ただ手にも水分があるので、うん、この水分が、うん、この柄のところに、うんうんうん、まあ、よくついてここから錆びちゃう人もいますし、うんうん、人差し指を乗っけるような形で、使うのでここが錆びちゃったりします、うん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 、だからそう錆びちゃうともう全然切削力がこう取り戻せなくなってしまうので、うんうんうん、必ずメンテナンスをしてあげてください、うんうん、はい、そうですね、これから梅雨の時期も来ますからね、そうですね、そういう時に一個知っとくと、ね、回避できるかもしれないですね、うん、はい、先生、はい、質問です、はい、溶けたワックスがヤスリについて詰まってしまった時の対処法とかはありますか？溶けたワックス、うん、はい、お湯、熱湯とかにつけて、うん、で熱湯につけてもらった状態で、例えばいらない歯ブラシとか、うんうんうん、なんだこうボウルに熱湯を入れて、うん、ヤスリ入れて、うん、でちょっと入れといてもらって、うん、で歯ブラシとかでこう水中でこうやって取ってもらったりとかしたりするといいかな。その後はもちろんあの水分を必ず完全に拭き取るっていうのは忘れないでもらいたいですね。なんならドライヤーとかで乾燥させてからの方がいい感じですかね。そうですね、はい、だそうです。あとはまあ本当にそれでも取れなかったら、さっき言ってたみたいにカッターとかでね、うん、目を一個一個削ってあげれば、ワックスもそんなに頑固なものじゃないのでペリッと気持ちよく剥がれてくれるんじゃないかなと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、ただじゃあ精密ヤスリの方に行きたいなと思います、はい、でこの精密ヤスリは、はい、すごく大雑把に伝えてしまうと、はい、組ヤスリの大体、うん、そうだな、油目よりちょっと粗いところからスタートする番手だと思ってもらいたいなと思います。でこの番手なんですけれども、うんうん、数字表記になります、ここ。この精密ヤスリに関しては。はい、0とか3とか6とかになります。うん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 、でこれは、ペーパーヤスリとかスポンジヤスリとかと一緒で、うん、
0が粗くて、6が細かいのかな、うんうんうん、数字が上がっていけば上がっていくほど細かくなっていく。そうですね、はい、でそれでチョイスしてってもらえればいいかなと思います。はい、うん、ね、結構まあ湯口取って粗削り終わった後にちょっと金属なじませる時とかに私はよく使ってるかな、精密ヤスリは。精密ヤスリはそうですね、うん、紙ヤスリでやる前だったりとか、うんうん、まあ、しっかり形を出した後、うん、こう面を細かくしていったりとかっていう時に使ったりしますかね、うん、そうですね、便利ですよね、便利ですね、私大好き精密で、まだまだあるんです、はい、ちょっと話が長いんですけど、いえいえ、で、まあ、今ので、粗さだったりこう目の種類だったりとかお話ししたんですけど、うん、はい、さらに形状っていうのがあります、はい、形です、はい、形、まあ、今見てもらうとこう四角ですよね、うん、でこっちから見ても四角、うん、この形状っていうのがめちゃめちゃ種類あります、はい、ちょっと全部言えるかは怪しいので、うん、ちょっと、回避させていただきたいと思います。だいたい、はい、12から13、4ぐらいはあるかなと思います。で、まあ、ざっくり言ってしまうと、うん、大きいものからちっちゃいものに行けば行くほど種類が増えていきます。はい、簡単に覚える方法なんですけど、うん、まあ、覚えなくてもいいかなとも思うんですけど、うんうん、頭の隅っこぐらいに置いといてもらえばいいと思うんですけど、うん、5本組だったら形状が5種類、うんうん、8本組だったら8種類、うん、10本組だったら10種類、うん、12本だったら12種類、うんうん、で12本の場合は12プラスアルファって感じです、うん、プラスアルファ、うん、はい、うん、でもちろん特例もあります、うんうん、5本組でも、うん、5種類以外にも時たまあったりします、うんうんうん、で大きく分けて、そうだな、これ順番に言っていくと大変なんだけどあのあれちらっと下書きのやつなんだけど、じゃじゃんじゃじゃん、これ見えるかしら、この平半丸四角三角丸先細ですね、しめぎ、しのぎですね、しのぎ、楕円、腹丸、刀刃、両孔丸、はい、はまぐり、笹刃、はい、とこれだけ、ね、種類があります。でこの辺が、まあ、メジャーどころになってくると思うんですけれども、もうあとはこれ以外なんか欲しいなっていう場合は結構、うん、加工しちゃうことの方が多いです。ヤスリ自体を加工することが多いです。うんうん、でまあこの辺の加工の仕方だったりとかはまた別の時に、うん、お伝えできればいいかなと思っています。はい。うん、これね。これがこの5本組だったらここまでの5本が入ってるよっていうことですね。そうですね。うんうん、はい。ちなみにこれ断面ですね。こういう形の断面、はい、うんうん、そう、これを覚えとくだけで、うん、ヤスリのチョイスが今度変わってきます、うん、でそのチョイスの話をしていこうかなと思います。はい、一番よくあるパターンなんですけれども、はい、例えば、まあ、こういう平打ちリング、今ちょっと溝が入っちゃってるんですけれども、うんうん、この平打ちリングの時に、はい、じゃあこの組ヤスリ、うん、全部同じ形状ですよね、はい、で粗さもだいたい中目で同じです、うんうん、さてどれをチョイスするでしょうっていう話になってきます、うん、はい、これ、ポイントがしっかりあります、はい、じゃあ例えばこの一番大きいやつじゃねえの、うんうんうん、っていう場合ももちろんあるかと思うんですけれども、はい、じゃあこれあくまで僕なりのだと思っても僕なりの、はい、こう当てがいます、はい、当てがった時にこうかな、うんうんうん、左右に大きくこう隙間というかこう余白があるのが分かるかなと思うんですけども、うん、そうですね、ここそうそうそうここ、はい、でそうなっちゃうと
この子がカタカタ動くんですよ、うん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 、本来はこうやってやすっていきたいので、うん、カタカタされると困っちゃうんですよね、うん、こう斜めに落ちながらこういっちゃったりするとうもう 角がっていう、ね、で、まあ、今ので勘のいい方は分かったかなと思うんですけれども、うん、この幅に合わせていきます、はい、じゃあこれなのかでもちょっとまだ大きいかなで、じゃあ次これです、うん、はいってなったら、うん、こうかな見えるかな、うん、だいたい同じぐらいのサイズですよね、うん、そうですねで、同じぐらいのサイズだとこれよ、うん、もう動けないんですよ正直、うんうん、カチャカチャできない、はいねジャストすぎてもダメなんですけど、うんうん、ちょっと気持ち大きいぐらいの方がいいかなと思います若干ちょっと余白があるかな、うん、そうですね、はい、で余白がなければないほど全然動かないので、うん、あとはもう上を滑らしていってもらうだけになります、はいうん、でこれが、うんリングだけではなくて、うん、他のあリングだけっていうかこういうシチュエーション以外にも削りたいものの幅にできるだけ合わせてもらって、うん、ヤスリをチョイスしていってください、はいうん逆にこの子みたいにちっちゃいと例えばちっちゃいともう、うん、今余っちゃってるんですよ逆にそうです、ね、足らないっていうのかな足らない、うん、と、まあ、削り漏れというかそうですね当たり漏れがこっちかけて、うん、この向かって皆さんが向かって左側、うんうん、削ったらこの右側も削らなきゃいけないんですよ、うんうん、そうすると二重でダブってる真ん中あたりがちょっと余計削れちゃいますよねそうそうそう、うん、ね、はいいう風にあの幅にしっかり合わせたものを選んでください、うん、はいですですですであとは、はい次に形状の選び方はいですねはい例えばじゃあこのリングの内側ちょっと刻印入っちゃってますけれどもはいリングの内側はいじゃあこのリングの内側に平らなものを入れたらどうなりますか、うんあもうね、隙間見えますかね隙間が空いてます大雑把じゃない極端に極端に言うとこうですねよいしょあ見えますかねこの辺の隙間ね空いてしまってます当たってるのはこの角の一部分だけですねこれで例えばこうゴシゴシやったら、うん、大変なことになっちゃいますよねいや傷しかつかないですね、うんこれをどんなにこううまくこうやってかけようと思っても、うん、やっぱ難しいんですよね、うん、でその時にさっき、ご紹介した12種類の中から選んでいきます、はい、いっぱいありましたね、これが半丸って呼ばれるものですね片っぽが、平らな状態のもの、うんうん、片っぽがこう丸くなってるものさっきので言うこれです。ですね。この子ですね。はい。で、あとはもう一個。これ両方とも丸っこく、はい、ちょっとぷっくりしてる、うん、ものが両光丸っていうものになります。あとこれですね。ですね。はい、で、同じようにこう R がついてるもの、うん、半丸、うん楕円、はい、腹丸、はい、両光丸、はいまあ、あとハマグリもそうなんですけども、うんうん、それぞれここの、うんR がちょっと変わってきます。で、ここに関しては好きな R というかこう削りたいものにフィットするものをできるだけ選んでください。例えば、両光丸で当てがえます。はい、よいしょ。うん、とさっきよりは全然隙間がないですよね。ねうん、でもちろん半丸も一応フィットはします、うん、フィットはするんですけど、はい、当たってる面の大きさが全然違いますよね、うんうんうん、半丸の方が、まあ、真ん中あたり、ね、そうですね範囲が全然違うかなと思います、うん、で小さい範囲を削りたいときは逆に半丸、うん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 、でも一周がっつりいっちゃうよってときは、うん、こう両光丸で、うん、こう一周削っちゃうとかっていうふうに、うんうん、そこも、選んでてもらえれば、うんいいかなと思います。それはもう状況によって変えていってもらえればいいかなと思うので、うんうんうん、ヤスリは、いっぱい持っておくと、うん、すごい助かります。すごい助かる。そうですね。
私もお家でやってる時とか、あのヤスリが、うん、あのヤスリがってなりますね。うん、うん、そうだから削りたいもの、まあ、商品は、うん、常に変わってったりはするので、うんうんうん、普通に合ったものをチョイスしていってもらいたいです、うん、でそれでもないものに関しては、うん、自分たちで作っていくっていうのが、うん、職人さんがよくやっていることになります。まあその作り方に関してはまた、うん、あの別で、はい、あのお伝えできればいいかなと思います。はい、まあでもそんなところですかね。はい、はい、ありがとうございます。あ、もういい時間ですね。いいですね。うん、はいはい、はい、じゃあよいしょ、質問タイムありますかね。もう今日はちょっとひたすら喋っちゃうみたいな。いやでもヤスリのあのね、多分工具屋さんに行っていろんな名前があって、うん、いろんな形とか大きさがあって、多分みんな何も知らないと絶望を感じたと思うんですけれども、あ、そういうことなのねっていうのが分かってくれたら多分選び方が変わってくるんじゃないかなと、うんうん、そうですね、うん、思いますね。本当にありがとうございます。すごく分かりやすかったです。よかったす。ね、そう、持ち手が錆びるっていうのはそういう意味だったんです、うん、これあの錆びる人錆びない人って結構個人差が、うんうんうん、あるんですけど、うん、錆びない人は錆びないし、うん、錆びる人は本当にすぐ錆びちゃいます。何なんですかね、なんか手の、そう、手の、汗の、なんか汗の成分だと思うんですけど、うんうんうん、組ヤスリってお得なヤスリだと思ってました。私も最初そう思ってました。そうですね、うん、セットっていう感じがしますよね、うんうんうん、聞きながらヤスリの手入れしました。さすがです。さすがです、うん、いいですね、すぐに実行するの、えらいえらい、うん、まあ、今度そのヤスリのお手入れの仕方の、うん、まあ、裏技みたいなものも、ご紹介できればいいかなと思うんですけど。そんなのあるんですか。あります。もう全部出さない感じね、ここはね、はい、今日はちょっとね、あの実演するのがちょっと難しいというか、うん、あの時間がかかるので、うん、まあ、お家でやる分には手軽でできるので、うん、あのそれもお伝えできればなと思います。ワックスと金属でヤスリは変えた方が良いですよね。変えた方がいいはいいんですけど、うん、それが絶対ではないです、うん、例えばワックスでももうガリガリ削りたいよっていう場合なんかは、うん、彫金用の、 あの粗いヤスリを使ってもらえればいいかなと思います、うんうん、ただ、もうそんなに削りたくないよっていうシチュエーションで彫金の例えば中目とかを使ってしまうとすんごい削れちゃうので、うん、じゃあ油目にした方がいいのかっていうと、もっと油目よりももっと細かいものに、うん、なっていくと思うんですけれども、そうね、彫金ヤスリのこう劣化したものをワックスにしていくと一番こういいんですけど、うん、こう摩耗していったものっていうんですかね、ただ最初は、それも難しいかなと思うので、うん、それは今度道具の加工編でお伝えしようかな、うん、あ、引っ張りますからね、引っ張ります。裏技知りたいです、うん、見たら錆びてた。残念。うーん、錆びちゃった場合はもうどうしようもない感じですかね。錆びた場合はそうですね、うん、あ、そのさっき言った錆具合にもよる、うん、クレ55とかをもうめちゃめちゃこう吹きかけて、うん、さらにこう真鍮ブラシからもう錆をこうがっつり取るっていう、うんうんうん、錆止め、もう本当に錆止め剤とかでもがっつり取るっていう感じなんですけど、うん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 、そうするとやっぱりこう腐敗しちゃった部分が取れ落ちちゃうから、まあ、若干この目としてはあんまり機能しなくなっちゃう。そうですね、ぜあの完璧に戻るかっていうと戻らないので、うん、うん、例えばその例えば1本だけ錆びてしまった場合なんかは、うん、じゃあその錆止め剤を買って真鍮ブラシを買ってとかっていうふうにするよりも、うん、買い直しとかは安いパターンもあります。そんなにこう高いものでもないので、う
で逆にその錆びてしまったものを、うん、ワックス用にしたりとかするっていう手もあります。そうね、うん、だたまに工具屋さんとかでこう劣化しちゃってるものとかが、うんうんうん、あの特売とかで売ってる時もあるので、うんうんうん、例えばワックスをもうがっつりやってる方なんかはそこにめがけて買いに行くって言っても運なんですけど、うんうん、そういうのもありかなと思います。必ずしも新品だからいいよっていうわけでもないシチュエーションもあります、うんうん、だそうです。はい、ヤスリの削り方、手の動きをじっくり見たいです。じゃあそれはまた、そうですね、ですね、削り、今度は削り方のお話をできればいいかなと思いますね、うんうん、なかなか、うん、先生の手さばき、そうですね、見てられるよね、ずっとねあとはまあ今 YouTube に初回の高橋先生のあの見事なワックスを削る手さばきとかも YouTube の方に載ってるので、まあ、そちらちょっと見てもらっても、ね、勉強になるんじゃないかなと思います。はい、粗さは4種類全部揃えた方がいいのでしょうか。例えば菜芽を飛ばして油芽を使っても大丈夫ですか。あ、そうですね、僕のそうだ、おすすめをお伝えしようかなと思うんですけれども、うんうん、まず芽の粗さでいうと、うん、中芽と油芽がまずあれば OK です。うん、粗芽と菜芽に関しては必要だなと思ってもらった時に買えば OK です。で、その中芽も油芽も両方いっぺんに買えないよっていう場合は、中芽を先に買ってください、油芽を買わなくていいとは言わないんですけど、例えば中芽を買ってもっと芽を細かくしたかったらペーパーヤスリに切り替えればいいので、先ほどお伝えしたようにペーパーヤスリを切ってその買ってもらった中芽ヤスリに貼り付けて同じことをこう繰り返していけば芽が細かくなっていくんですけど、油芽から芽を粗くするっていうのは難しいので、まあペーパーヤスリで粗いやつを使えばいいんですけど、だったら組ヤスリの粗いものを買ってもらった方が作業効率はグッと上がります。そうですね、うん、確かにね、ざっくり削りたい時とかやっぱ紙やすりの粗いのだとすぐ消耗しちゃうから、そうですね、ただもう1本粗いね、やすり、棒やすり持ってた方が作業効率は楽だし、そうですね、まあまずは中芽を、うん、中芽まず初心者は中芽からっていう、中芽を買っていただければいいかなと思います、はい、だそうです。ふむふむ、疲れないヤスリのかけ方知りたいです。基本的、まず今度はあのそのかけ方の時にもお話しようとは思うんですけど、疲れないっていう、まあ、疲れちゃうっていうのは慣れの部分ももしかしたらあるかもしれないんですけど、基本的にはあの力を入れません、全く。まあさすがに持つ手までは緩めはしないんですけど、まあご覧の通り私はパワー系ではないのであのガーッとこうパワー入れてやるっていう感じではないので、先ほど言った粗さを利用して、削り量をコントロールしているので、そんなに力はいらないです。あとはその削る時のフォームだったりがこう安定する、まあそれも今度お伝えしようと思うんですけど、正しい、姿勢ですねが、身についていると変に力が入らないので綺麗に楽に削ることができます。はい、はい、だそうです。ダイヤモンドヤスリは1本持っておいた方が便利ですか。ダイヤモンドヤスリは、うん、あの100円ショップで売ってるので、うん、まあ割と大きめのところになっちゃうのかな、うんうんうん、DIY コーナーとか100円ショップの DIY コーナーとかに、うん、売っているので、あの買ってもらえれば、うん、100円なので、うん、まあ、道具の加工はね、うん、本当にあのこまめにやっていかないと、ね、ダメな工具使ってても、そうですね、あのだ作品に影響出ちゃうので、まあ、100円ショップのものなら1本持ってた方がおすすめかなって思いますね、うん、でまあ、あんまり大きな声で言えないんですけど、こう工具屋さんで買うよりも、うん、あの全然100円ショップのでこと足りるので、うんうんうん、あの100円ショップなら全然十分です。だそうです。これ内緒ね、内緒ねはい、じゃあまあそんなところかな。
はい、はい、で、まあ、今日もまた今日高橋先生が講習してくれた内容がもうすでにあのウェブサイトの方にページでまとめられて載っています。皆さんこの前のローズ系見てくれましたかね。ありがとうございます。で、まあ、そのプロフィールリンク、あのインスタグラム のラバーグジュエリースクールのプロフィールのところ行ってもらえれば、もう今そのリンクがそこに、なんか工具用のヤスリ の調べ方とか使い方違いの種類とかっていうのがもうの飛べるようになっているので、まあ、今日の復習でそこからまた見てもらえればなと思います。はい、はい、あともう一つ、はい、最後ちょっとごめんなさい時間がないんですけど、ヤスリの作り方っていうのを、うん、今回は特別に、うん、YouTube の方に、うん、江戸ヤスリ職人が実際に、うん、作っている動画を上げましたので、うん、興味のある方は、うん、ぜひ見ていただければいいかなと思います、うん、とっても勉強になります。まさに職人技でしたね。いや本当に神業でしたね。あれも見てられる。はい、はい、そんな感じですね。はい、はい、じゃあ、まあ、今日もまたありがとうございました。ありがとうございました。で明日も配信する予定です。はい、で明日は枠石井枠の作り方、彫金で作ってみたらどうなるのかっていうのを、はい、やるかもしれません。はいまあ、またそちらもお知らせさせていただきます。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた明日。明日は誰かな。じゃあまたね。バイバーイ。お疲れ様です。